本場で修行した味噌の味でうまい、濃厚スープと奥深い味噌が絶品などと評されたのは、東根市神町西のラーメン日向。味噌ラーメンってなんかいろいろあるんですけど、本当に食べたことないような味噌ラーメンで、あ、これが北海道の味噌ラーメンなのかっていうな。その味に惚れ込み、札幌の大人気店で7年半修行した店主斉藤さんが生み出したのが、芳醇な香り漂う味噌ラーメン。目指したのは山形の人に親しまれる味覚。味の柱となる味噌は2種類をブレンドし甘みをプラス。本場札幌から仕入れる麺はもちもちした食感が癖になります。生姜が乗ってたんですけど、そこが意外とあって美味しかったです。山形に寄せてるのかなっていうような味わいで、とっても美味しいなと思ってます。自分の店なので、やっぱ自分の味で勝負したいっていうのがあったので、理想の味に近づけるような味噌ラーメンをいっぱいでも多く作れればいいかなと思ってます。日向では味噌に辛味を加えた辛味噌ラーメンも人気です。